2012年栃木県知事選挙は、2012年11月18日に投票が行われた栃木県知事を選出するための選挙である。現職の福田富一の人気満了に伴う選挙。現職の福田に対して、共産党公認で、全県議の野村節子が挑む選挙戦となった。主な論点は、社会保障政策や景気対策、指定廃棄物処分場問題など、 二名、届け出順現職の福田は2012年5月25日に参戦を目指し、立候補を表明。一方、新人の野村は同年10月4日に立候補を表明。みんなの党と民主党は独自候補の擁立を断念した。各候補の得票率現職の福田が新人の野村に大差をつけて三期目の当選を果たした。投票率は 過去3番目に低い33.64%。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外教は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。出典 福田は2期8年の実績や人材育成など144項目の公約をアピールし、政党や各種団体などの支援を受け選挙戦を優位に展開した。一方、野村は県政の転換や脱原発を主張したが大差で敗れる結果となった。ありがとうございます。